第2部の第1項ということで、各論の内容の1回目となります。やっていきましょう。まず、復習を兼ねて今からやっていくことが何なのか、この日常生活に、あるいは日常生活を支える社会に潜んでいるリスクというのはどのようなもので、どのように私たちの生活に影響するのか確認しましょう。まずこの図、どんな内容になったかというと、皆さん一人一人の考え方や生き方を考えてもらっていいかと思います。持っているものというのがあるんですね。さまざまなものを持っています。お金とかですね、土地とかだと分かりやすいですが、能力とかプライドとか思い出とかいろんなものがあるわけです。しかし皆さんにとって価値があるものというのは決してそれだけではないはずでした。ファンクションです。何か行うこと、できることなのです。誰かとおしゃべりする、大事なことですよね。休むこと、大事。働くこと、遊ぶこと、愛すること、貢献すること、努力すること、まあいろいろあります。こういったことができるということも皆さんの生活の中で大事なことだと思えるんじゃないでしょうか。と考えると、まあ、大きく2種類あるわけでした。何かを持っていることも大事、しかし何を持ってなくても何か行えることが大事。何か持っているものをもとに何かを行うことも大事だし、それをもとにまた何か新しいものを得ていくことも大事、それをもとにという、まあ、こういう循環がイメージできるといいですよと話をしていました。さて、しかしこういったことがさまざまな場面で妨げられたりするという話をしましたね。その時は持っているものが受けたら、その例えば破壊されたりしたら、あれ失われたら損害、やってきたことが妨げられたら妨害とかいうという話をしました。誰がどんな風にそうするんですかね。今から考えたいのは、今回と次回考えたいのはこれです。さまざまな要素がさまざまな場面でこういった損害や妨害を行います。もちろんいいものもあるかもしれません。こんなんやってたからこんなんできたんやという感じですね。例えば経済が破綻したら、これが持っているものを失わせるかもしれません。でも例えば、ある仕事をしていたら、めっちゃラッキーなことにこんなんできるようになったとかいうラッキーなこともあるかもしれません。このように私たち生きていく中で、この自分が持っているものをやっていることだけではなくて、どうしても周りから影響を受けてしまうんですね。まあ、ありといっても皆さん自身の、私自身が関わっている事柄からということですけど、でも多くのことからね、影響を受けるんです。多くのものと関わって生きておりますからね。なので、まずはそういった仕組みをざっくり把握しましょう。次のスライド。何から影響を受けているのか。大きく分けると、大きく分けるとこのように、皆さんの普段の生活というものが中心にあると考えていくと思います。この中で何かいいことやってみたらことができたというようなことになるわけですね。しかし、それがそんな風に自在にできるか否かは、背景にある社会の仕組みと切り離せないはずです。今日見ていこうというのはここの部分ですね。インフラとか制度とかは分かりやすいものだと思います。というわけで、インフラや制度について、これ今回は見ていく。次回は生活の中で実際に生じるもっと個別のリスクについて見ていくと、こういった流れです。社会の仕組みが、じゃあなんで一体どのようにリスクにさらされるのか、これに関してはまあいろんな専門分野があるわけですから、この授業で詳しくやろうというわけではありません。あくまでもこういった見方をしてほしいよということを言います。これはレポートでも使える話だと思います。大きな災害によっていろんなシステムとしての仕組みが損なわれたりするということです。社会はさまざまな仕組みからできている、交通システムとかそういうものです、まあ、そのうち一つを取り上げて、今日なので簡単な、レポートを書いてほしいと思います思ってます。じゃあどういうものなのか、まとまりを持ったものなんですね。
例えば交通システムであれば車両、路線、運行計画、乗客の案内等々いろんな要素が一つのまとまりを持って運用、運行されているんです。法律もそうです。慣習法、法律、法律家の関係、法解釈の関係などなど、さまざまな要素によって一つのまとまりを成しています。でしょうか。こういったシステムというふうな特徴が交通システムであれ、法システムであれ、さまざまなものにあるんだということをぜひ、その基本的な知識とかじゃなくて、物の見方として持ってほしいと思います。すると、それらのシステムが何らかの要因で機能不全をきたすこともあるということがわかるはずです。原因はいろいろあります。よく言われる区別は内的原因や外的原因です。いずれにしてもそれによって要素が損害されてしまった場合、これはシステムが成り立たないですね。機能が妨害された場合、システムがこう運行していても役に立たなかったりします。例えば車は走っているけれども、人がいなくなっちゃったとかだったら、車というか電車ですね、電車が走ってても人が乗れなくなった。乗るべき人がいなくなったということであれば、役に立たないですよね。あれでも、そもそも、例えば車の、あれや、電車の車両、新幹線がめちゃめちゃ水没しちゃったとかあったら、それはシステムの運行自体ができないですね。このような形で、どこに亀裂がいっても、どこに不具合が生じても、システム全体としては機能不全をきたす。このような特徴を押さえてほしいと思います。これ今お話ししたことを知っておいてくださいというのではなくて、どのシステムにもこういった特徴がありますよ。これを頭に置いて、じゃあこんなことが起こるんじゃないか、これに対してどんな対策ができるか、こういうことを皆さんのレポートで論じてもらうと、これが必要だという話です。では次、これについて考える際の注意点です。これよくまあ、質問をいただいたり、あとはちょっとなんかよくわからんとか言われたりする点なので説明しておきます。そんなに仕組み大事ですか、壊れたらあかんのですか。確かに交通システムとかね、法律のシステムだとちょっとなくなっちゃうとあかんかなと思うかもしれませんけれども、例えば学校システム、教育システムってどうですか。皆さん結構不満持ってたりしませんか。こんな仕組みの中で勉強しなあかんだよなとか、あるいは、福祉の体制、福祉システムと言えるでしょうが、こんなんていうのかな、決して今からやっていく内容の中でそのどんなシステムもちゃんと守らなあかんということを言いたいわけではありません。地面師はしないようにしましょう。そもそもなんでこんな仕組みあんねん、誰のためのもんやねん、そもそもこれ役立ってんのか。例えば交通システムがうまく運用されるようにと言っても、いや、まあ、変な話、もう全然まともに時間通り運行してへんやん、車両も足りへんやん、めちゃめちゃお金高いやん、こんな仕組み守る意味あんのとかいう話もあっていいはずなんです。でしょうか。もしなかったら困るんかな、こんなことも考えて、つまり疑問視しながら仕組みについて考えるということをちゃんとやってほしいと思います。一言で言うと、今ある仕組みを守ろうみたいに守りにばっかり入るのがリスクマネジメントではないのでご注意ください。じゃあということで、いずれにしてもいろんな仕組み変化します。いろんな観点から評価をしましょう。何か外的要因によってなんかシステムが変わってしまった、こんな問題だとか言う人いるんですけども、ここまで問題なのか、変わっていいこともあるじゃないですか、あるわけじゃないですか。そう考えるとシステムを守れということだけをやるべきなのか、システムがなくなってしまったり壊れてしまったりすることで新たなものが生まれる場合もあるんじゃないか、こんな可能性も含めて、でもこのシステムの運行を妨げるようなものが出てきたらこう対処した方がいいんじゃないかとかいうことを考えなきゃいけないという話です。守りに入ることも大事だけれども、今言ってきたように、それだけではいけないよということになります。さて、以上の注意点を踏まえてもらった上で、いきましょう。今日は例を3つ取り上げて終わるだけです。
課題としてはいずれかについて考察してほしいと思います、うん、どんな脅威があるか考えていきます。まずあくまでもイメージ図なので、まあ、皆さんそれぞれに興味があるところを拾って課題にしてもらいたいと思います。3つ例を挙げます。交通システムと、それから情報システム、それから経済システムです。まあ、この3つが一番分かりやすいので、交通システムは先ほどから例にしているように、例えば、まあ、電車がこうどことか走ってますという仕組みだとすれば、まあ、レールがあって電車が走ってるわけですね。ここに、まあ、この乗客が乗っていると、まあ、そういったイメージです。どんな要素によって成り立ってますかね。その要素がもし壊れてしまったり損なわれてしまったりしたら、これはシステム全体の機能不全をもたらすわけです。いろんな要素がありますね。鉄道がおかしくなったりしたら全線止まります。車両に不具合があったらやっぱり全線止まります。乗客の中で例えば、大怪我をしている人が、あるいはこれを持っている間に大怪我をしてしまった人がいる、やっぱり全線止まります。停車駅に停車できなくなった、何らかの理由で全線止まります。お客さんが駅に入ってこれなくなったら全線止まります。まあ、分かりやすいところばっかり挙げてますけども、どのような要素が損害を受けてもシステムの全体の運行に非常に大きな影響がもたらされますですね。じゃあ今掲げたのはリスクポイントです、もしくはここは何か影響を受けるといけないですよねという話です。皆さんにぜひ今回のレポートで考えてほしいのは、じゃあどういう部分に脆弱性があると思いますか。例えば車両の中にこう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 という脆弱性、バルネラビリティがあるんじゃないか。で、そのバルネラビリティに襲いかかってくるような、何らかの事象、まあ、もしこれが人だとしますと、悪い人がいたとして、どんなハザードがあり得るでしょうか。そしてどのような場合にこのハザードに対してさらされてしまうのか。エクスポージャーですね。EXP だけにしておきます。このような要素を考えてほしいと思います。実はこれ非常にリスクマネジメントの基本的な発想です。どこに脆弱性があって、どういったハザードに対してさらされるのかを知ることによって、じゃあ対策のポイントも考えておこうというだけです。なので皆さんも以上のようなセットを考えてもらったら、じゃあ対策、対処、そして何ができるか。まあ、事前対応でもいいです。事後対応でもいいです。どんな対応ができるかを一言書いてほしいと思います。でしょうか。今の内容をまとめると、システムの中の一つのポイントを取り上げて、脆弱性がどのような脆弱性が考えられるか、どのようなハザードによってどのようなエクスポージャーを受ける可能性があるか、これに対してどんな対応が可能かということを、もう特に調べて何とかとかいうのじゃなくて構いませんから、想像力を膨らまして、交通システムってこういう部分にちょっと弱いんちゃうかな、結構気づけなあかんところやんな、などと考えてほしいと思います。立場としては、実際にこれをシステム利用する立場、お客さんの立場として考えてもいいですし、交通会社の立場として考えてもいいですし、例えば自治体とか政府とかの立場で考えてもらっても構いません。まあ、交通システムを取り上げたい方は、このような中のどれかを取り上げてください。次。情報システム。これも非常にシンプルな図でですね、やらせていただきますけれども、はい、ちょっと画面途切れてしまってすみませんでした。情報システムといってもいろいろありますけれども、インターネットシステムを考えてみましょう。インターネットシステムというのは実は、皆さん何なのか正体を知らないという場合も多いと思いますけども、すごい単純化して言うとパソコンのつながりなんですね。
サーバーと呼ばれるデータの保管場所があるわけです。これはアメリカが世界中で一番多いわけですけど、アメリカに限らず中国、ヨーロッパ、アフリカ、アジア、各地にあるわけです。日本にも当然あるわけです。これらが縦横無尽に結ばれているのがインターネットシステムなんです。昔はね、クローズドなシステムだけだったんですけども、今は世界中が結ばれているので、ワールドワイドウェブとか言います。インターネットというのは基本的にワールドワイドウェブのことを指します。さて、近年面白いのは、例えばこっちのサーバーとこっちのサーバーがソフトウェアで連動しているという場合です。例えばです、例えば私はiPhone とか使ってるんですけども、あちみサーバーの中にはいろんなものがありますけども、情報端末もここに含めて考えましょう。すると、こっちで、なんかパソコン上で、どっかのパソコン上でソフトが動いてるんだけども、スマホ上でそれが見れる。あるいはそのソフトを使えるといったように、これクラウドシステムと言われるやつの基本的な発想ですけども、こっちの端末使ってるんだけれども、そこにはソフトは入れてなくって、ソフト自体は他のサーバーで動いてるみたいなことがあり得るんです。とかいうふうにですね、こう、インターネットにもつながってるもんですから、アプリケーションソフトの動きも連動すると、こういうふうになってる時代です。それから、IoT IoT インターネットオブシングス、もののインターネットというものとものがつながったりするんですけれども、インターネット最近 IOH ということも言われるようになりました。インターネットオブヒューマンス、つまり人がインターネットを介してつながっているというわけです。例えばです、もう私なんかもって言っていいのかどうか分かりませんけれども、もう iPhone なしには生きていけなくなっています。人によっては脈拍数とか測っていて、自分の健康管理が、例えば、そのスマートウォッチとかそんなものに大きく左右されるということもあるでしょう。ですかね、サーバーと人間がつながっているというような状況です。うまくいけば、このサーバーとまた他の人間がつながっていれば、サーバーを介して人間と人間がつながるわけですね。これ代表的には SNS と呼ばれるさまざまなサービスがあります。インターネットを介して人と人がつながれるというやつですね。まあ、このようにインターネットの仕組みだけを考えても、非常にさまざまなつながりが、できるようになりました。ここまでが情報システムの、まあ、面白い特徴だと思っておきましょう。じゃあです、ここにどんな脆弱性があるのかです。例えばサーバーにソフトがありますけど、サーバーってどうなんですかね、大丈夫なんですかね。あれは利用側のサーバーはどうなんですかね。その間をつないでいる接続ってどうなんですかね。人間とそれがつながれたときに脆弱なポイントってないでしょうかね。他の人間もそれにつながれたときに、人間と人間がインターネットを介してつながれるというふうに書きましたけれども、そこには脆弱性ポイントないんですかね。このように考えていくと、いくつか、もしかしたらここって、何かあったときに良くない状況になるんじゃないかなということが、皆さんの頭にもすぐにいろいろ思いつくと思います。この例2を取り上げたい方は、このうちいくつかを取り上げて、あるいは今チェック入れてないようなことでもいいです。取り上げて、そこにどんな脆弱性があるのか、どんなハザードが生じて、どんなエクスポージャーが生じたときに、どんな影響が生じるのか、どんな被害が生じるのかを考えてほしいと思います。そしてそれに対する対応としてどんなものがあるのかを考えてほしいという感じです。文字数的には200文字ぐらいでパーッと書ければ、5分ぐらいで書ければというふうに考えています。では最後、携帯システムいきましょう。携帯システムにもいろんなシステムがあるんですけれども、いわゆるマクロ経済の仕組みで考えると、皆さんも小学校等で勉強したことがあるこういう仕組みがあります。政府、企業、家計。ちなみに日本は GDP500 兆円と言われます。結構でかいなって感じかもしれませんけど。
ども、500兆円のうち100兆円ぐらいは政府が使っていると言われるわけです。使っているというのは実際にこうお金を何かに投資したり、お金を出したりするというところで見ましょう。で企業はどのくらいなのか、ちょっと私企業についてめっちゃ詳しいというのは全然ないんですけども、まあ、300兆。で家計が100兆。すごい概算ですけども、こんな風にそれぞれがお金を使って、そのお金が例えば家計から誰か企業の手に渡って、それが税金で政府の手に渡って、で政府からじゃあ、ちょっとお金のやりくりが苦しい人に補助を出しましょうという形で家計に渡ってっていうような形で、お金を介してつながり合ってるんです。ひとまず今回はこのような特徴を考えましょう。じゃあです。このようなシステムに脆弱なポイントないだろうか。政府ってほんま大丈夫なの？企業ってほんま大丈夫なの？家計ってほんま大丈夫なの？家計から企業にお金が行くって言ったけど、ほんまにいつもちゃんと行くん？企業から政府はどうなの？政府から家計はどうなの？などと、今見てきたようなこうお金のこう巡りを妨げてしまうような、もしくはこうストップさせてしまうような脆弱なポイントってないでしょうか？このうち一つを取り上げて、そこにはこんな脆弱性があるんじゃないかということを考えてもらって、それがどんなハザードに対して、どんなエクスポージャーを生じたときに、どんなダメージを生じるのか、それにはどんな対応が可能なのかということを考えてほしいと思います。以上、3つ例を取り上げました。いずれを取り上げてもらっても結構です。いずれか1つの例の中から、より指摘した、ここ、大丈夫かなっていうポイントを1つ選んで、そして、この脆弱性、考えられるハザードとエクスポージャー、それによるダメージ、それに対する対応について200字程度でまとめてもらえればと思います。というわけで、今日は授業7日目ということで、第2部の第1項についてやってきました。ここから内容はもうレポートに直結してきますので、ちゃんと考えて、期末リポートに直結しますので、各回の課題はしっかり考えて、これまで使ってきたこの、ハザード、それからエクスポージャー、バレネラビリティ、ダメージ、そして対応という、これらの言葉を間違えず使って考察をやってほしいと思います。期限は火曜日の8時50分です。